はい、皆さんこんにちは。昨日ですけど、米国のアップルの方でブラックフライデーのセールの対象製品がね発表されまして、でまあこのブラックフライデーっていうのはまあ日本ではやらないですけども、初売りでね、まあ近い内容のことが多いんでね、今日はまあこの内容をチェックしつつですね、まあ来年の23年の1月の日本の初売りについてちょっとね占っていきたいと思っています。はい、ということで、まあ、米国の apple.com ではこのように、まあ、細かいねアイテムごとの詳細も出ているんですね。で、一覧の方をねまとめてみました。で、まずはですね、 iPhone については iPhone SE と12と13と13 mini がブラックフライデーの対象ということで、まあ、この場合ギフトカード50ドル分がもらえるというね形のキャンペーンになってます。同じように AirPods がですね、第2世代第3世代に加えて AirPods Pro 第2世代、これ秋の新製品ですよね、まあ、これも、ね、対象になっていて、なんとギフトカード50ドル分もらえるということでね、これ結構ね破格な感じがします。まあ、その他 AirPods Max は75ドル分、そしてもう一つね、秋の新製品の Apple Watch SE がギフトカード50ドル分もらえるというキャンペーンになっていますね。で、iPad については新製品はなくて、Air と Mini と第9世代という感じになっていますね。はい、そしてお次、Mac がね、結構出てますね。1つ目はまあ M1 となってますが、M1 Pro と M1 Max の MacBook Pro 14インチ、16インチ、これがギフトカード250ドル分がもらえるそうです。そして M2 の MacBook Pro 13インチについては、ギフトカード200ドル。で、M1 の MacBook Air と M2 の MacBook Air、そして iMac の24インチは150ドル分。で、Mac mini が100ドル分となっています。で、あとはまあ Beats が出ていますね。50ドル分のギフトカードがもらえるものが Beats Studio 3と Solo 3と Power Beats Pro、Fit Pro に Studio Buds ということ。で、25ドル分が Beats Flex となっています。Apple 純正アクセサリーも、デュアル充電パッドやスマートキーボードフォリオと Apple Pencil の第2世代が25ドル分。そして iPad Pro 用の Magic キーボードが50ドル分となっていますね。で、これをもとに日本の厚利はどうなるのか、あくまでも予測ですけどね、ちょっとね計算してみました。まあ22年のね実績の係数っていうと、まあ単純計算で120円をかけたものだったんでね、まあそれでやってみると iPhone の対象製品は6000円のギフトカードがもらえるということになります。で、 AirPods Pro の第2世代がこれが6000円ということで、ね、結構ね引かれますよね。そして、Apple Watch の SE も6000円ということで、これ元がね、37,800 円からですから、結構いい感じです。あとは iPad についても、Air と Mini は6000円分、そして iPad 第9世代は3600円分になると思うんですけども、まあ、この3600円っていう中途半端な数字を出してくるかはちょっとね、今のところわからないですね。で、アップル製品は、まあ、円安が理由と思われる値上げも結構されていたので、例えばね、このギフトカードの額が最近の係数150円ぐらいでね、1ドルを計算すると、まあ、どうなのかというところ、まあ、最近の新製品はね、もう157円なんていうのもありますけど、まあ、対象製品はまあ137円とか、そんな感じの単純計算になっていますね。まあ、もちろんね、税額とかもね、入ってくるんで、まあそれがレートとは言えないんですけども、まあ、ざくっと計算するにはいい係数なんですけど、まあ、それで見ていくとね、iPhone は7500円とかね、AirPods Pro は7500円、そしてあとは Apple Watch SE も7500円と、まあ、結構な高額の、まあ実質的なキャッシュバックみたいな、ね、感じになるんですけどね。はい、そして Mac の方もね計算してみましたが、これはまずね2022年の係数、まあ、1ドル120円換算で計算していますね。で、この場合ですね、 M1 の MacBook Pro、まあ、これね M1 Pro とか Max のやつが3万円分、そして M2 の MacBook Pro が2万4000円分、あとは MacBook Air の2機種と iMac が1万8000円分なんていう感じになってますよね。まあ、Beats なんかもね、価格帯が低いものについては6000円分返ってくるっていうのはちょっと嬉しいですね。Studio Buds なんかはお得に感じます。
で最近の係数150円で計算してみると、Mac の方はね、M1 MacBook Pro 14インチとかが 37,500 円、そして M1 の MacBook Air は 22,500 円とかになりますかね。まあその他ビーツについては 7,500 円のものがあったりします。まあどれも150円を単純にかけてるだけですから、端数が結構出てますけどね、まあそのあたりは切りのいいところに調整してくるんじゃないかと思います。まあ、もしかしたら製品は値上げしていますけども、返ってくるギフトカードについては昨年のままかもしれません。でちなみにね、この Apple ギフトカードっていうのは昨年の秋にねリニューアルしまして、用途の方がね統合されたんですね。 iTunes と Apple Store のギフトカード両方が一緒になったような形で、今現在はねハードの購入からあとはですね課金関係とかねサブスクリプション関係、まあ、全部ね支払いに使えるので、まあ、割とね用途が増えたんで、まあ、もらってもね Apple 製品のユーザーだったらまあ損することはほとんどないとは思います。はい、それではね、どのぐらいお得になりそうなんでしょうか。で、注意点としてはですね、メモリとかストレージのカスタマイズをするとお得率はどんどん下がっていく傾向ですよね。まあ、この方式はしょうがないですね。まあ、あとは学生教職員ストアとか整備済み製品との比較は必要になってきます。そして、ビーツなんか特にですね、価格コムも見た方が良かったりします。ビーツの場合はですね、比較的お値段だんだん下がっていきますからね、一般反応が多いので、まあ、そのあたりはチェックした方がいいですね。はい、でまずはね MacBook Air M1 のやつ最小構成をチェックしてみました。これね2022年の例で言うと、まあ、こんな感じでですね、前のがまあ本体安かったんですけどね、まあ、そこからキャンペーンのギフトカード額を引いて、そこにギフトカード額を足すという伝票になっているんですね。だから支払い総額については一昨年と違ってですね、基本的には普通に買った時と同じ金額なんですね。でこれ今年の1月の例で言うと、まあ、こういう感じで、その時はね1万2000円のギフトカードがもらえるというね条件だったんで、まあ、10.4% ぐらいお得だったという実績がございましたね。で2023年はさらに1年経っていますからね、まあ、モデルとしては結構前のものにはなってくるので、米国のブラックフライデーでは150ドルのギフトカードがもらえるというのになっていたんでね、まあ、昨年のブラックフライデーと今年の初売りですね、日本の。まあ、その時の係数で言うと、まあ、120円ですね、1ドル。それで計算すると、まあ、1万8000円なんで。で、その場合ですね、本体が11万6800円ぐらい実質になって、まあ、お得な分っていうのは 13.4% ぐらいなんで、まあ、昨年よりもね、お得率は上がってるんですね。そして、まあ、最近の、まあ、Apple の製品の日本価格のね係数でいうと、まあ150円ぐらいとすると、まあ 16.7% お得になってきます。結構ね額としては大きいですね。なんでね、そのままの係数で言っても、最近の係数で言っても、基本的に学生教職員価格が12万800円ですからね、今現在。それよりもね安く買えるので、なんで学生教職員で買える資格のある方でも、まあ、初売りの方がお得の可能性がありますよね。まあもちろんね、支払い総額については学生教職員で買った方が安くなるんでね、まあどっちがいいのかという部分はあります。そして整備済み製品もね調べてみましたが、まあこれの場合はですね、まあ運よく整備済み製品で出ていればですね、そっちで買った方が安いということで、まあ整備済み製品って、まあ基本的にはまあ新品同様に近いんでね、まあなんかね、急いでる方は初売り待たずにね、こっちで買った方がいいとは思います。で、あとは iPhone SE、iPhone で一番価格が安いもの。例えば2022年の例で言うと、まあ、これが6000円のギフトカードがね、もらえたんですね。まあ、この時の価格はまだ4万9800円でしたけどね。で、プラスね、日本だけの初売り企画として、なんか虎のマークの AirTag なんていうのがね、あったりして、まあ、これ加えるとね、結構まあお得なお値段にはなってたんですよね、昨年。まあ、この場合計算すると、そのエアタグの分が合わさった場合にはですね、 19.7% もお得になっていたということ で、 でエアタグが2万名以降だともらえなかったんでね、まあ、その方でもまあ 12% ぐらいお得だったわけですね。で2023年の予測ではですね、こちら、まあ、6000円のままだったとしたら残念ながらですね 9.6% しかお得じゃないってことで、まあ、昨年 12% お得だったのに比べると、まあ、元の iPhone SE の価格が上がってるんでね、
あんまりお得な買い物にはならない感じはしますよね。まあ最近の係数で計算した場合でも 11.9% ってことで、まあほぼ昨年と同じぐらいにはなりますけど、まあそのあたりがね、実質的にどうなっていくのかですね。ギフトカードの金額初売りは蓋を開けるまでわからないです。ただ今回ね、秋の新製品でブラックフライデー対象になったものが、まず一つ目は AirPods Pro 第二世代がありましてね、まあこれをまあ日本の初売りとして予測すると、まあこれ 39,800円のものからですね、まあ 6,000円のギフトカードがもらえたと仮定すると 15.1% お得です。そして150円の係数で計算した場合には 7,500 円のギフトカードがもらえるかもしれないというところで、まあその場合は 18.8% ぐらいお得になりますからね、まあこれだったら結構いいのかなという感じをします。ただですね、コストコ会員の方はですね、秋の発売直後にも 33,800 円のことがあったりもしましたんで、そっちをまあチェックしてからのがいいのかなと思います。そこでまあそのお値段だったらもうすぐ買ってもいいのかもしれませんよね。はい、そして秋の新製品でブラックフライデー対象には Apple Watch の SE もあります。でこれについてはですね、37,800 円なんですけども、まあ日本で初売りの場合にギフトカードが 6,000 円と仮定した場合にはですね、 15.9% のお得になってきそうですね。そしてまあ係数が変わってきた場合には 7,500 円のギフトカードとなる可能性もありますけども、まあ 19.8% お得ということで、まあ 31,800円、 33,000円ぐらいでまあ本体分が買えるんだったら、まあお得はお得ですよね。まあ、もちろん支払い総額は変わっては来ないというのはありますけどね。まあ、加えてね、合わせ技っていうのも前年はありましたよね。これ2021年の年末から22年の年始にかけて、アップルギフトカードがコンビニでキャンペーンなんていうのをやってました。まあ、今年もまあやり方はわかんないですけど、やるかもしれませんよね。まあ、そして楽天のリベートについてもですね、まあ、この年末年始に向けてキャンペーンやったりもね、昨年していたんでね、まあ、ここ経由で初売りを買うとですね、まあさらにお得になったりはしたんですね。まあ2023年もこれがあるかどうかというところでございます。まあてなわけで2023年の初売りについては、まあ昨年の例で言うと年末に概要を発表するのかななんて思いますけども、まあやはりね、気になる点は先ほども申した通り、米国のブラックフライデーのギフトカード額にかける、まあドル円の係数がどのぐらいになるのかってとこですよね。まあ、あとは日本の独自のスペシャル企画があるかどうかですね。2022年は AirTag がもらえるというのがあったりしましたけども、まあ、いずれにしてもですね、価格が低いものほどお得率は高い方が多いですけども、まあ、このブラックフライデー対象外のものは、まあ、初売りでもね、対象にならない可能性が高いので、まあ、それを前提にですね、購入検討中の方は動いた方がいいのかなと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。